始まりました。お兄チャンネル、よいしょ、よし、はい、ありがとうございます。今回はこちらの場所にやってまいりました。 TCC セラピーパークでございます。まあ、僕普段ねお兄チャンネルでも馬券もやらせてもらってますし、まあ、ジョッキーとかね競馬関係者の方といろんなことをね、まあ、やってるんですが、まあ、競馬っていうのはねもうそれだけじゃないですよね。もう競走馬が生まれてから、そして競馬に行ってから、そして引退してから、全て競馬でございますから、行きましょう。早速ご紹介いたします。サラブレッドコミュニティクラブ TCC ジャパンの代表の山本隆之さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すいません、ちょっとお馬さんがいてるんでこれぐらいのボリュームになってしまいますけれども、はい、いや本当に今日はもうありがとうございます。いえいえ、こちらこそ。そもそもね TCC セラピーパークってどういうとこなんですか？まああの馬を救い人を癒すっていう、まあ、サブタイトルをこの施設につけてるんですけども、引退した競走馬ということで、ここまあ滋賀県の栗東市でして、うん、馬の町栗東と言ってるんですけども、ね、そうです。いやほんまそうやと思います馬優先ですけど、はい、JRA のトレーニングセンターがすぐそばにありまして、はい、毎年7000頭近く生産される競走馬の次の行き先がまだまだあるんじゃないかと言いますか、はい、まあ、市民がね気軽に触れ合える場所ってなかなかないんですけども、うんうん、ここはまあ人のための施設であるし、馬のための施設であって、こういうことをされようと思ったのは何でやったんですか？まあ、僕もともと離島生まれ離島育ちの人間なんですけども、はい、やっぱおいくつなんですか？めっちゃ若くて男前ですよね。いえいえ、次40歳になります。あ、じゃあ僕の1個下。あ、そうですか。うわ、僕も41年。いや男前やわもうご結婚っていうのは？結婚もしてます。あ、もうしてるんです、はい、残念ながら申し訳ございませんうわ、でもほんまにじゃあ離島生まれ離島育ちということはやっぱりこの馬の町で育ってるんで馬とは関わりが強かったと？全くなかったです。なかったです、はい。で僕、26歳の時に東京で起業したんですね、うん、全然違う、まあ、IT ベンチャー、うん、いわゆるの分野で起業してたんですけど。ちょっと待って、頭もええんかええな、そう、起業されてた、まあ、全くあの違う分野の仕事をしてたんですけども、うん、それこそ東京にいる時って、はい、あの出身聞かれて立東ですって言うと、うん、立東のことを知ってる人は、あ、馬がいるところでしょ、トレセンがあるところでしょっていうところで、そこは非常にその大きなギャップを感じてたんですね、うんうん、外に一歩出るとそれだけ馬のことを言われて、まあ、もったいないと思ったんです、うん、まずは常々感じてまして、うん、まあ、大きなきっかけはやっぱりあの東日本大震災があって、で妻と子供は先にヒュッてもう帰っちゃったんですよ、はい、あ、もう離島の方に、はい、まあ、妻も離島、うんうん、そうそう、まあ、離島の人間でして、はい、まあ、こちらに戻って地域に貢献できる事業をしていきたいなと、うん、じゃあそれまで競馬っていうのもあんま見なかったってことですか？まあ、たまたま妻が、うん、あの競馬一家で、うん、お兄ちゃんもジョッキーやってますので、うん、はい、そうなんです、実は、はい、馬の社会を知れば知るほど非常にまあいろんな問題がありまして、はい、でそれを変えれるのって、うん、やっぱり外部から参入しないと難しいんじゃないかなというふうに思いまして、ね、はいはい、最初、まあ、やろうとしていたのって、まあ、ホースセラピー、うん、馬を活用した、はい、まあ、子どもたちへの、福祉活動をしようと思ってまして、うん、まあ、それはなぜかと言いますと、まあ、妻が理学療法士なんですね。あ、そうなんですね。まずホースセラピーを、まあ、リットで作っていきたいと。で、まあ、ホースセラピーをやっている団体、いろんな、まあ、全国の団体を、うん、まあ、見学とか視察に行かせていただいて、その中でまあ馬の業界全体で抱える問題点っていうのをやっぱりいろいろ気づくようになってきたんですね、はい、まあ、それが一つはその引退競走馬の行く末というところ、ね、はいはい、ホーセラピーってあの日本で言うとね、なんか馬を活用したセラピーとかアニマルセラピー的なイメージですけど、割と海外で英語でそのまま直訳すると馬へのセラピーなんです。あ、そうなんですか、はい。まあ、それを知ったときに、いや、それは両方やるべきだなと思ったんですよ。なあ、そうですね、はい、山本さんにしたら、やっぱその当時の置かれた環境だったとしたら、俺が選んで誰がやんねんっていう思いもあったでしょ。ありましたよ、ね、かないとできなかったと思いますね。そうですよね、はい、サラブレッドはやっぱり人間の工業のために生産している動物ですので、はいはい、まあ、まだできることがいっぱいあるんじゃないのっていうところがエネルギー源なんですよ。皆さん、もうお気づきでしょうが、今日のお兄チャンネル真面目です、はい、でもね、真面目すぎます。いや全然大丈夫です。真面目、いや真面目な回もあっていいなと思ってますし、はいはい、こういうのも知ってもらいたいと。でも気象的なもんっていうのはそういうセラピーに向いてるんですか？向いてる向いてないっていう話になると、まあ、個体差もありますし、はいはい、ただ、まあ、サラブレッドっていう品種の中での、はい、例えば敏感さであったりとか、うん、そういう一般的な特徴はあるんでしょうけども、うん、やっぱり競走馬から引退した後、今
うちにも引退直後の競走馬が4頭いますけども、はいはい、もうすごく変わりますよ。まず食べるもの変わるじゃないですか。そうですよ、ね、飲む水も変わりますし、うん、環境も変わりますし、はい、毎日の運動も変わりますし、うん、なんといっても馬はもともと草食動物で、そうです、非常におとなしいですから。ほんまっすよね。僕は犬より全然おとなしい動物だと思います、ね、だからもう元に戻っていくっていうことですよ、本来の馬に。そうですね。なんか厩舎もなんか色合い素敵っすね。なんかそうでしょう、茶色、黄色、黒みたいな感じでね、はい、いや僕ダビスタやったらこのカラーリングしてますね。あとこちらから見えるこの4馬房が、はい、あの引退直後の競走馬の、まあ、居場所として、ここがまあアスール・アラテラ。アスール・アラテラ見て、ディープインパクトさんかね、ディスカバリング・ビューティーってめっちゃお母さん名前長い。この馬はなんと195戦。マジっすか、すごっ、超頑張りや。今11歳ですけど、ディープインパクトがここです。195戦って最多じゃないかなって思ってます。うまいっすよね。この馬は里のサイベリーって言って、はい、右太もの骨折で引退したんですけども、ちょうどうちのまあこういうホーシェルターの活動にまさしくぴったりなまで、半年ぐらい休養できればまたあの人も乗せれるような状態になってきますし、しかしでもやっぱサラブブレッド、さすがやっぱ近くで見たら綺麗ですね。そうですね、大丈夫です。3歳の女の子ですし、うわーかわいいね。よかったですけど、あわよくもあわよくも手に取ろうと思って、まあ、やっぱりあのこういうところがね、あるっていうところも皆さん知ってもらえれば。そうですね、まだまだ本当についこの間まで元気でしたし、まだ3歳ですからね、うん、はい、本当だね、現役まだバリバリっていうことですもんね、はい、このキラーサイクミレーっていう、キラーです、キラーですね、大きな故障箇所はないんですけど、はい、まあ競走馬としてなかなかやっぱり能力的に足りないということで、うん、で逆にもう故障も何もないので、はい、ぜひその乗用馬になってほしいなということで、うん、このムイトがつい最近一番最近来たので、ハリケンバローズ、ハリケンバローズ7戦4勝で最後 3連勝で、はいはいはい、もうムキムキですよ。かっこいい、こついな、かっこいい、手ごといかれない。おお、いや可愛いね、あなたほんまに。いやでもほんまにこうやって近くにおって触れ合ってるだけで、はい、ほんまにキューンってなるわ、マジで。中京競馬場でその人と触れ合ったんですね。北海道のセリで思わず買っちゃった。そうなの、お尻にハートあるじゃん。ミニチュアポニー、かわいい。京都競馬場で大人気だった親衛隊がもう涙の別れ、癒しキャラナンバーワン、めちゃくちゃ人が好きなんで、こうやって寄ってくるんですよ。ほんまやな、あなた。TCC ファンズっていうのも手掛けてらっしゃるんですよね。そうですね、引退競走馬の、はい、まあ、ファンクラブなんですけど、ファンクラブですよね、はい、まあ、簡単に言いますと、その多くの人で、会員さんで馬を、まあ、シェアしてみんなで支援していこうということと、はい、支援するだけじゃなくて、その馬たちに会いに行って、触れ合って、はい、写真撮って乗ることもするし、乗れるんですよね。乗れます、乗れます、はい、しかも、もう僕も実は5口ぐらいですか。はい、ずっと支援させてはいただいてるんですけれども、僕それだから最初の方からもずっとうわーと、いやソミュールやーとか、僕の好きな馬主さんの馬やーとか言ってこの支援させてもらってるんですけど、はいはい、まあ、このファンクラブを作った時のその一つの目的としては、こう競馬産業とか乗馬産業とか馬の関わり方っていろいろありますけど、はい、そこのこうプラットフォームを作りたかったんですね、うんうんうん、競馬ファンって500万、600万人全国にいるって言われてますけど、はい、その人たちがなかなかこう、じゃあ引退した馬関われる場所があるかっていうと ないじゃないですか。ないですね。でもそこをつなぎ合わせてあげると、もっと結果的に馬に関わる人が増えていくことで、馬のこう活躍の場というか生きる道が増えていくと思ってますので、うん、いや大事なところやと思いますわ、ほんまに。とにかくでも、ま、あれ、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください、大事件です。そんなことあるんですか？ちょっと待ってください。急遽、そこ入ってますか？お兄さん、もうちょっとこっち向いて。ちょっと待ってください。ちょっと待ってください。はい、まさかの、福永雄一ジョッキー。ちょっと待ってください。何してるんですか、福永。いや、ここ来たらお兄チャンネル出させてくれる。どんな急な仕事言うの？弟やね。そうなんですよ。だからさっきちょっとね、あの妻が競馬関係の人間で、お兄ちゃんもジョッキーですって話されてたと思うんですけど、話してた、お兄さんがまさかの福永雄一ジョッキー、ま、ジョッキーやったと。どこがや関係ない、義理の弟です、義理の弟、めっちゃでかいし、
まあ、まずはでも福永さん、インディーチャンプ、矢崎ね、おめでとうございます、本当に。おめでとうございます。はい、しっかりあの本命にして馬券外させていただきました。結構ね、福永さんも TCC のことについては結構なんかいろんなところで、何でしょう、インタビューするときも TCC の帽子かぶったりとか、ゲリデータ、はい、広報活動やられてますよ、ね、かぶらされてるね、かぶってくれたね、そう、せっかくそんな弟さんがやってあるからということで、福永さんがだってまたがってた馬とかもね、結構引退馬としてここで、はい、います、います、はい、ですよね、はい、リベルタスとかもリベルタス、はい、すごい取り組みですよ、福永さん。まあ、その住井先生の活動がね、はい、そもそもあって、サンクスホースプロジェクト、うん、まあはい、そこにも、まあ、僕は、まあ、関わらせてもらってて、うん、高木も、うん、事務局で最初入って、はい、住井先生も言ってはるけど、はい、あの社会、貢献というか、はい、まあ、そういう活動するならね、どうせするなら馬にまつわることでやりたいなっていうことですよ。本当ですよね、うん、またまたま妹夫婦がこういった活動をやってくれてるんで、まあ、大きく広がってってくれたらいいなとは思いますけど。そうですよね、すごいわ。でもちょっとびっくりしてますわ、でも福永さん。まさか、はい、ちょっと待ってください、お兄チャンネルめっちゃちょっとやばいことになってます。ちょっと豪華すぎます、まあ、今日はあれやけどさ、持ち込み企画考えてるから。いや、福永さん、ほんまにお兄チャンネルは勝手に使ってくれていいってことなんで、もう要は何かしたいな、発信したいなと思っている人の気軽にできるツールなんで、はい、福永さん持ち込み企画。いや、そんな言ってくれる人初めてですけど、何個かあんねん。やりたがってるじゃないですか。ここは、はい、まあ、その機種は、はい、回転寿司でどれぐらい食べんの。いや、どういうこと、どういうこと。いや、それはでも、ああ、要は原料とかあるし、そんなに食べたらあかんでしょ。そういうイメージでしょ。はい、うん、だから俺もどれぐらい食べるかは想像つかへん。まだチャレンジしたことないということですか。わかりました、行きましょう。若手とか連れて行きたい。行きましょう。いや、福永さんもチャレンジしてください。なんか総司令みたいな感じ、ダメですよ。お兄ちゃん対にしようか。いやいや、お兄ちゃん一人対、お兄ちゃん対ジョッキーさんとかやばいです。それは負けますわ。ジョッキー5で5。いや、僕もこう見えてもなんか見かけ倒しの豚なんで、あんまもう途中多分2、30歳しか食えないと思うんですよ。30はいけます。いけますよね。山本さんのチーム、僕学生の時毎回30ぐらい食べてます。ほら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 、ほなめっちゃ60巻ぐらい食べてます。いや、結構食いますやん。それ俺6とかや。 6? いや、よう持ち込もうとしたな、そんな数。一つ聞きたいねんけどさ、はい、あのすごい落とし穴って惚れたりする？何やろうとしてるんですか。誰に何をしようとしてるの。ちょっと怪我せえへんような落とし穴。あ、やっぱちょっと豊さんとか50やん。誰落とそうとしてる。どんな企画が始まろうとしてるんですか。その時だけお兄チャンネルって名前つかんといてほしい。あれ持ってないの。こうバッタンって倒れてネオッテオに入るやつ。いや、ちょっと待ってください。いつですか。おい、どんだけ金かけなあかん。あの車めっちゃいいな。ありますよね。豊さん乗せてみたくない。乗せてみたいですけど。豊さんドッキリチャンネル。いや、笑けますけど、いや、もう絶対喋ってくれへんようになりました。よし、じゃあ帰るわ。ありがとうございます。コミック企画の PR です。ほんまに。今でも絶対やります。ありがとうございます。ありがとうございます。Oh, my God.